阪神競馬場4レース3歳未勝利ダート 1400m 出走16頭です。阪神競馬場11時の時点で入場人員が2万人を超えています。朝から多くのファンが詰めかけてレースごとの歓声も大きくなっています。天候の発表は曇り、ただ時間を経つごとにだんだんと空は明るくなって日差しも感じるようになってきています。日中は30度近くまで気温が上がる予想、梅雨の真っ只中ですが、芝コース両馬場、ダートコースも両馬場、バックスレッジ左手ゲート入りは16番の大成サーマル、150メートルほど芝を走ってダートのコースに入ります。収まりました16頭スタートしました。好スタート14番リプレゼントが切りました。リプレゼント好スタート、内から4番のホーマーメイドも行き足がついて、ホーマーメイドが速い先頭でダートのコースに入りました。2番手グループ1戦で3番トモジャケイヤ、内からは2番のサンライズプライド、それを外から7番のエイシンテムジン、9番エイシンレジウムが上がっていって、この馬が3番手4番手です。あとは14番リプレゼント、内からは2番のサンライズプライド、11番ジャスティンユージが続いて残り 1000m、 坂中16番大成サーマル、そのうちには6番のシゲルご機嫌中断です。その後ろは2馬身離れました13番のシゲル男に、後のグループですが5番のレビアタンがいて3コーナーカーブ800切りました。600は35秒3での通過、12番のオールズフェアが1頭追い抜いていきます。後方から4投目10番のタッチーフェイス、あとは内を通って1番金戸シソーム、8番ダンツターセル、後方から2投目最後方15番のビクトリーアイです。4コーナーのカーブを目指します。4番のホーマーメイド好スタートから先頭、3番のトモジャケイヤが差を詰める、その外7番のエイシンテムジン3番手、4番手9番のエイシンレジウム、4コーナーから直線前4頭広がりました。あとは14番のリプレゼントが内、外から差を詰める11番のジャスティンユージ、内からは2番のサンライズプライド、6番手争い先頭は今度は2番手から3番のトモジャケイヤ、トモジャケイヤ先頭に立った200を切りました。2番手から9番のエイシンレジウム前を追ってくる、3番手4番のホーマーメイド狙っている、先頭は抜けた3番トモジャケイヤ、3馬身4馬身のリード、3番トモジャケイヤ、田口カンタ降臨、2番手9番エイチンレジューム、3番手4番ホーマーメイド、3番トモジャケイヤ、田口カンタ騎手今日2勝目、3番のトモジャケイヤ勝ちました。勝ちタイムは1分24秒3、2番手から逃げるホーマーメイドを捉えて直線は後続突き放しました。7戦目での初勝利、2番手には9番のエイシンレジウム、逃げた4番ホーマーメイドが3着、勝ちタイム1分24秒3、上がりゴールまでの 800m は49秒0、 600m は36秒9でした。前目でレースを運んだ馬が上位に来る展開になりました。3番のトモジャケイヤと田口監督氏、3着2着2着と続いてあと一歩のレースが続いていましたが、7戦目での嬉しい初勝利、パイロサンク、田口監督氏は今日1レースに続いて2勝目、9番のエイシンレジウムが2着、そして好スタートから逃げた4番ホーマーメイドが3着、前の3頭はやや間隔が空いてのゴールということになりました。今到達順が5着まで上がっています阪神競馬場、1着は3番トモジャケイヤと田口監督氏、2着9番エイシンレジウム、3着4番ホーマーメイド、4着5番レビアタン、5着11番ジャスティンユージの順で着順掲示板点滅しています。両馬場のダート 1400m 勝ちタイムは1分24秒3でした。阪神4レースが終わりました。ここ2戦田口監督氏が手綱を取って連続2着、馬自身は2着が4回あった3番トモジャケイヤだったんですが、今日は勝利となりました。1レース玉もネモフィラに続いて田口監督氏は今日2勝目、9番のエイシンレジウムが2着、3着に4番ホーオーマーメイドが粘りました。3番9番4番は1番人気2番人気5番人気です。単勝3番 2.6 倍、枠連25 2.8 倍、馬連3番9番 2.9 倍、馬単3番9番 5.2 倍、3連複3番4番9番 10.8 倍、3連単3番9番4番 34.7 倍です。確定までお待ちください。東京4レースが